はぁ、あ。眠い。昨日の夜さらに一緒に寝ようと言われ、断りきれなかった俺は、全く眠れず寝不足のまま会社に来ていた。長月くん、今日はいつになく眠そうだね。りん。まあ、いろいろあって絶賛寝不足中。ははーん。さては徹夜でゲームしてたんでしょ。今ゲームの話は俺にしないでくれ。心がえぐれる。ん？あんなに楽しみにしてたのに何かあったの？いやまあ、何かあったっちゃ何かあったんだけど。だけど？今ここで話すと、間違いなく社内での俺の評価は下落するから。昼休みにでも話するよ。ふーん。まあ、なんでもいいけど。とりあえずコーヒーここに置いておくね。うん、サンキュー。俺、カフェイン苦手なんだよな。そんなことを考え、俺はリンが持ってきてくれたコーヒーを眠気覚ましのために飲む。うん。さすがにこの季節ともなると、さすがにここは肌寒いね。だな。俺は会社に来る前に買っておいたおにぎりを食べながらそう答える。それでいつも快眠らしい長月くんが珍しく寝不足なのは、なんでなのかな？単純明快。昨日。じゃないや。おととい、俺は楽しみにしていた新作のゲームを買って、ウキウキ、ルンルンで家に帰ろうとしてたんだ。うん。それは想像にたやすいね。なんとまあ、びっくりなことに。そんな俺に声をかける不審な男が一人。ほうほう。それでそれで？その不審な男はこんなことを俺に言った。そのゲーム俺にくれない？と、なんと今なら定価の2倍？いや、5倍でなんて甘い条件をつけて。お？長月くんはそれを承諾したの？いや、転売になりかねないし、俺は楽しみにしてたゲームをそうやすやすと諦めれないから断った。それじゃあ、やっぱり徹夜でゲーム？それがそうじゃないのがあら不思議。なんとその男は次にこう言った。それじゃあ、こいつと交換で。こいつ？そう。その男は傍らに一人の少女を連れてたんだよ。え？何それ？うん。俺も似たような反応した。それで？その後どうしたの？もちろん断った。だけど、強引にゲーム取られて、男がどっか行ったから、今その女の子を家で面倒見てる。おう。そりゃまた大変なことになってるね。ちなみになんで警察には行かなかったの？俺も最初は行こうかなって思ったけど、よくよく考えると、警察に行ったところで、自分を捨てた親元に戻されるだけだろうし。あ、あと、ゲームとその子を交換しようって言ってきた男は、その子曰く、母親の彼氏で、母親は半年くらい前に、他の男と浮気して出て行ったらしい。うわぁ。何そのヒルドラみたいなの。大変そう。な。まあ、その子自身はいい子だし、何より、なんか一日ですげえな疲れた。ん？その子っていくつ？場合によっては長月くんやばいんじゃ。本人は19って言ってた。19歳ならまあギリギリ。ロリコンか。おい。人の善意を勝手にロリコン呼ばわりするんじゃない。いやだってそうじゃん。22の男が家に19歳の女の子連れ込んでるんでしょ？言い方。別に無理に家に連れ込んでるわけじゃないって。本人からお願いされたんだよ。それに、俺が保護しないと、ワンちゃん他の人にヤバい提案しそうだったから。まあ、変なことにならないうちにどうにかしておいた方がいいよ。犬や猫を拾うのはいいけど、人を拾うのはいろいろと問題になると思うから。まあ。問題が起きないようにはする。俺も別に今の社会的地位がいらないわけじゃないから。わかってるならいいけど。とりあえず、私は寒いから先に戻ってるね。了解。俺が返事をすると、リンは車内に戻っていった。まあ、いつまでサラがうちにいるかはわからないけど、サラがいなくなるまでは、それなりに楽しい生活にしてやりたい。そんなことを考え、俺はおにぎりを食べ終え、車内に戻る。たった今。おかえり千秋さん。さらって日中暇じゃないか？ん？どうしたのいきなり。あいや、平日の日中は基本的に俺は仕事だけど、さらはその間一人じゃん。そう。だね。今日も外には出てないし。テレビ見てるくらいしかすることなさそうだから、暇じゃないのかなって。確かに掃除とかも大体午前中で終わっちゃうから、午後は暇だけど、それでも、千秋さんが帰ってくるってわかってる分、私の気は楽だから、それに、案外誰かを待ってる時間ってすぐに経っちゃうから。いい子すぎる。頼んでないのに部屋の掃除してくれたり、うちに皿の暇つぶしの道具がないのに何の文句も言わないんだから。親があれでも、本当によくできたいい子だよ。なあ、サラ。何か欲しいものとかあるなら、遠慮せずに俺に言ってくれよな。え？いいよ。家に泊めてもらってるのに、その上何か買ってもらうのはさすがに。それじゃあ、家の掃除や料理をしてくれる報酬？対価？的なのだとしたらどう？じゃあ、私は物よりも他のが欲しいかな。他の？例えばどんなのとかある？
昨日みたいに一緒に寝たり、なんか、そういう感じの、安心できる感じのがいい。かな。検討しとくよ。ありがとう。そんなことがあった翌日、俺が仕事を終え会社を出て家に帰ろうとしていると。長月くん長月くん、ちょっといい？この後時間ある？あるんだったら、昨日のこの話とか聞くついでに飲みに行かない？俺としてはいいけど、さら。その子を待たせるのも心配だから、また別の機会じゃダメか？それもそうだね。あ、じゃあさ、長月くんの家で飲むのじゃダメ？うわぁ、すっごい嫌そうな顔。嫌だって、もともと一人暮らしの家にもう一人増えて、その上凛が来たらさすがにうちじゃ狭すぎる。いいじゃんいいじゃん、狭いくらいでも私は全然オッケーだよ。こっちの身にもなれよ。まあまあ、そんな固いことは言わないでさ、お酒買って長月くんの家に帰ろうよ。うへえ、凛が俺の背中を押してくるので、俺は抵抗もせずに従うのであった。